北口八幡駅は、千葉県八幡市八幡保にある、東日本旅客鉄道総武本線の駅である。八幡市の中心駅であり、特急、潮祭なども含め、当駅を通る定期旅客列車はすべて停車する。明治新政府の手により、小金木と桜牧の開墾が行われ、開墾地には、開墾順序に合わせて地名が付与された。八幡は8番目。他、 初富、二羽、三崎、豊か式、五甲、六組、七栄、九尾城、十層、十四一、十四二、十四三の順に続く。同様の由来を持つ駅名には、初富駅、二羽向かい台駅、三崎駅、豊式駅、五甲駅、六時駅がある。単式ホーム一面一線と、北口側に島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ。 地上駅で、京上駅舎を有する。現在の駅舎は2004年4月に完成し、バリアフリー設備も整備された。駅舎のデザインは曲線型で、八街市の鉢と八街市の特産品である落花生をモチーフとしている。トイレは改札内コンコースと南口及び北口の海岸下の合計3カ所設置されており、いずれも多機能トイレを併設した。 男女別の推薦式である。旧駅舎だった頃は、駅舎とは、別途で一番線ホーム上に、男女共用の組取式のものが、駅前広場東端に、男女別の推薦式のものが設置されていたが、いずれも新駅舎完成後に撤去されたため現存しない。北口の駅前広場には、落下性のモニュメントが設置されている。なお、2019年6月現在、一番線ホームの、 コンクリートの下部にある、レンガ作りの旧ホームが確認できる。桜駅管理の業務委託駅で、緑の窓口、自動改札機、指定席券売機が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は5,563人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、八股駅停留所を呼び、 八幡駅北口停留所が設置されており、千葉交通、八幡市、ふれあいバスの路線が発着する。八幡駅停留所が設置されており、九十九里鉄道、千葉フラーバス、八幡市、ふれあいバスの路線が発着する。特急、塩祭の隣の停車駅は、当該列車記事を参照のこと。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。